伝説の鼓動ポケモンカードジムセット、きちゅー。はい、こんにちは。というわけで、今この瞬間だけここのモルペコと変わりたいと思ってる全国のオタク諸君、こんにちは。というわけで、まあ、強化拡張パック、伝説の鼓動、発売したわけなんですけれど、これなんか今回その、ポケモンカードジムセットっていうのがあって、まあ、ポケモンカードゲーム、ソード&シリーズでも、まあ、大人気の、マリの、デッキシールドとかデッキケースがついてんのかなと、この強化拡張パックの伝説の鼓動が、まあ、2つ入った限定セットが出るということで、まあ、こちら予約して買ったわけなんですけれど、まあ、このサプライがね、ついてると。なんかこれすごい人気すぎて、今ポケモンセンターオンラインで予約しても、なんか来るのが8月とかになってたんですけど、まあ、すごいっすね。しっかり、こういう新規の書き入れ時に、こういう人気になりそうな新商品も発売していくと。まあ、今日は伝説の鼓動、まあ、この動画で2箱をサクッと開けていこうと思うんですけど、まあ、サクッといけるかまあ、サクッといければいいんですけどね。まあ、ババッと開けていきましょう。まあ、とりあえずその、なんていうかな、若干ちょっと今までと違う変則的なパックになるんで、まあ、どのぐらい、まあ、その V とか VMAX とかが出るのかなっていうのは、まあ、多少気になるとこなんですけど、これあれか、シールド戦前提で作られてるから、多分シールド戦やるときは混ぜない方がいいんだろうな。まあ、とりあえずこのまま開けていきますか。伝説の鼓動はね、まあなんか中に入ってるカードについては発売前にも散々動画でネタにしてきたんで、まあ今更触れるまでもないと思いますが、ただこの動画でね、初めて僕の動画を見てくれる人もいると思うんで、まあ軽く説明しておくと、なんだっけ。まあ伝説の鼓動っていう名前の通り、まあ今回は伝説ポケモンが多めに入ってて、で中でもなんだっけ、アメイジングレアっていうカードが、まあ割と、真ん中に入ってるんだね。アメイジングレアっていうカードが今回特別に収録されていて、でまあそれが、まあ割と人気であると。でその他にも新しい VMAX とか V ポケモンっていう、まあ強いポケモンが登場してて、なんだっけ、マホイップ、石炭山、誰だっけ、トゲキッスか。トゲキッスがまあ収録されてますよと。いった感じですね。まあこのパックだけを10パック開けて、まあ遊ぶシールド戦っていう遊び方もできますよっていうパックなんですけど。ああ、はい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 。真ん中に入ってるんだね。あ、で、そう、今回はあれなんですよね。その1パックに1枚絶対光ってるカードが入ってるんですけど。まあなんかこの辺の新しいカードについては、まあなんだろう、軽く触れる程度でよろしいかしら。このメタグロスはなんかデカブツ感があって割と好きですね。ていうかなんか、アメイジングレアっていうそのレアリティがまあ多分今回一番、まあ目玉のレアリティだと思うんだけど、あ、来ましたね、ザルード V。そうそう、今回ザルード V がね、まあパッケージにもいるんですけど、収録されてて、こいつがまあ結構強いと。まあこれについてはどうだろう、対戦度が多分今日上がるんじゃないかな。今日に向けて予約設定したはずなんで、はい。まあこいつのね、使い方が知りたい方はぜひそちらの動画を見ていただければいいなと思います。で、アロマ草エネルギー、まあ草タイプの特殊エネルギーも出ましたね。最近マジ特殊状態に悩まされること多々あるんで、草タイプはそれに対する、まあ割と簡単な打開手段を手に入れたと。ででね、今回は超タイプなんですね。ツツケラ、イワンコ、マホイップ V。あ、これがそのあれっすね、VMAX が今回登場してるやつの下のポケモン。これもまあ確か対戦早めにやったんじゃないかな。まあで、これの進化先がまあホイップ VMAX なんですけど、あー、なるほどね。はいはいはい。まあこれ実は軽く噂では聞いてたんですけれど、なんか今回その、この VMAX、この V 単体でパックから出る時は確かあるんだけど、VMAX だけが単体で出る時は、まあなんかないっぽいんですよね。いや、単純になんかそのシールド戦っていうパックを10パック開けて戦う遊び方今回できるんですけど、その時にこの VMAX だけ単体で引いて下が引けないと、まあ要はこれ使えなくなっちゃうんですよ。進化しないとこいつ場に出せないんで。そういう意味で VMAX だけその、なんていうかな、単体でパックから出るっていうことはなんかないらしい。もうもうチーズね。これ今回新しく出たグッズですけど、まあ割と強そうなんだよな。よ。で、あ、そう、気になるのは、そうなんだよな。V と VMAX は結局、どうなんだろう。今まで通りの、そのなんていうか、ヒタを買ったら大体今までは V が3、4枚と VMAX が2枚出てたんですけど、今回はどうなんですかね。まあまあ、ホイップ VMAX、今回の VMAX の中だと、多分、一番人気ぐらいあるんじゃないかな。まあ、技自体もなかなか強いですよね。あ、このバチルイラスト、いいっすね。ゲノセクト。こいつはなんかシールド戦結構その単体のスペックが強いから、まあ、ぼちぼち出たらラッキーぐらいの感じなのかな。今回そう言ってなかったら、その、1ボックスに1枚 SR スーパーレアが入ってるんですけれど、運が良ければ2枚か。まあ、スーパーレア今回は割とマジで何でもいいから、マジで、うん、何でもいい、何でもいいな。別に特に狙ってるやつがあるわけでもないし、どうせ全部集めることになるんで。それ言ったらまあ、どの段でも何でもよくねって話になるんだけど、このセクロムはまあ、なんかぼちぼちその、
V とか VMAX 相手には強そうっていうことで話題になってますね。ワイルドショックで自分に60ダメージなんですけど、相手のポケモン確定で麻痺できるんで、麻痺にすると、まあそういう入れ替え系の手段がないと、一旦相手が技を打てないっていう事象が発生するんで、やっぱなんか20パックしかないから、まあ、少し少なく感じるは感じるな。ツボツボ、これ無限の可能性秘めてるカードだっけ？そうだね、裏が出るまでコインを投げ、表の数分山札を上からトラッシュすると、ポニータ石井さんにぜひ使っていただきたいカードですね。で、ツヤダダリンとピッピ。いつも面白いっすね。これワンチャンあるカード。これワンチャンあるカードね。はいはいはい。あ、で、このディアルがマジかっこいいんだよな。で、ヌオーホレトスポケモンキャッチャー。ディアルが鋼タイプのデッキには採用されてもおかしくなさそう。キャラアッパ、こいつがなんか面白い特性を持ってて、あれなんですよ。出すだけでエネルギーを、運ゲーなんですけど、エネルギーを加速できるチャンスがあるってことで、シールド戦では結構活躍しそう。イワンコ、もうなんか HP70 がデフォルトになりましたね。昔は60のイワンコが普通で、HP70 のイワンコが一部いてすごい重宝されてたんですけど、デジロック、キリン力、ルカリオ、ツインエネルギー。あ、っていうか今回そのシールド戦が、リザードン VMAX の争奪戦になるんですけど、あー、こんな感じで、はいはいはい、まあ揃いましたね、トイキストのラインも。まあ1パックで揃うってのはありがたいな。要はここが、その揃うときは4-4で揃ったりするってことでしょ。うん、そういう意味でありがたいな。で、そう、リザードン VMAX が、今回争奪戦の景品になってて、これ今の状況で争奪戦当日枠もありでやって大丈夫かみたいな話あったんですけど、なんか結果的に何だっけな、抽選とかでももらえるようになったし、まあその大会のやり方がちょっと改められたということで、まあすごい対応が早くて良かったなと個人的には思ってます。今回新しいサポートがオニオン、大人のお姉さん、あとポプラだったかなが新しくあるんですけど、なんか3種類全部スーパーレアの仕様があるらしいですね。なんか珍しいな。今まではサポートの SR は大体なんか2種類しかなかったんですけど、はいはいはい、ジガルでね、キリンリキ、メタグロス、ポプラ。これやばいよな。コイン2回投げ、表の数分まで山から好きなカードを持ってくれる。ギャンブルカード。ラッパー、やっぱ強化拡張パックだから、アメージングレアか。はいはいはい。そう、強化拡張パックだから結構カード被るなっていう話をしようとしたんですけど、この箱のアメージングレアはザシアンでしたね。まあ、かっこいいな。今回アメージングレアが6種類あって、なんだっけ、なんかジラーチだけなんか、なんかバカみたいに値段釣り上がってるんだよな。あれほんまかあれほんまかって思ったんだけど、まあ、ザシアンも割と多分アメージングレアの中だと人気がありそう。やっぱ3エネで VMAX に対して300ダメージ出せるチャンスがあるっていうのはかなり強そう。ああ、イラストはまあ、結構光り方綺麗ですね。自分もまあ、そのうち木を見て全種類集めておきたいなって感じ。なんだったら多分僕、今回の伝説の鼓動もどうせ多分めちゃくちゃに開けまくることになると思うんで、まあ、毎回パック出るたびに僕そうしてるんですけど、まあ、勝手に揃うんでそういう意味ではなんかパックから出るカードによって一喜一憂できなくなったっていうのは、まあ、この動画投稿者という立場上かなり問題があるかもしれないちょ、嘘でもって言ったら悪いよ、マジで。うん。それは、良くない発言ですね。まあ、なるべく一喜一憂していきたいところではあるんですが、やっぱ、そうですね、レア枠のカードもぼちぼち被るな。1箱目があと4パックぐらいかな。SR まだ来てないんだよね。すごいよね。影、坊主、ビードル、メタング、なんか、縁は VMAX っぽいんだよな。うわ、来たー、石炭山。まあ、今回の VMAX の中で一番好きではあるんだけどさ。ははは。SR 枠、関丹山でしたね。あ、こいつ、なんか、その、発表された当初、VMAX がいるってことか明かされてなくて、お前、トータイプ、お前、関丹山こいつ、こんなんで大丈夫かみたいな感じで僕思ってたんだけど、まあ、VMAX してから、なんか、個人的に評価が一転して、めちゃくちゃ好きなポケモンになりましたね。多分対戦動画上がってると思うんで、よかったらすぐご視聴いただければと思うんですが。じゃあ、一箱目のラスト2パックかな。もう1枚ぐらい。1、2、3、4。もう1枚ぐらい V 出るんじゃないかなーって予想はしている。あ、出たね。ハガネール V。はいはい。ルガルガン、アロマクサと。こいつはまあなんかシールド戦だと、だいぶ無双できそうな効果を持ってますよね。こいつを多分現状ワンパンする術が、なかなかシールド戦だと難しいんで。そう、今回炎タイプのポケモンがないんで、草とか鋼が弱点疲れないんですよね。そういう意味では、これレイジングハンマーブンブン振り回してるだけで、まあ結構勝てそうな感じしますけど。はい、ラスト1パック。スツケラ、タマタマ、ウペイ、ゼクロム。あ、ゼラオラか。ゼラオラも確かいましたね。そうだそうだそうだ。確かってか、まあ出たからいるんだけどさ。はい、じゃあ2箱目っすね。1箱目だと、何が出てないんだ？石炭山の VMAX が出てないのと、あと、電流かな？あと電流が多分出てないんだよな。
電流といい、ハガネールといい、あれっすね、なんか今回はワンチャンサポートでミカソ来るかと思ったんですけど、ミカソなかったっすね。まあ、知らないんですけど、タング、ライ、タマ、セクト、ボール、ピクシー、デンチュラ。このデンチュラも結構まあなんかシールド戦だと強そうですよね。カードの種類が少ないから新しい出会いが徐々になくなってくるわけなんだけど、なんか V っぽい縁はまあ見えるな、あ、見えなかったな。まあ、てか今回この伝説の鼓動の発売も嬉しいんですけど、それ以外にもなんだっけ、同時発売で V スタートデッキっていう、まあこれ買っときゃポケカ始めれますっていうグッズをまあ発売、同時発売してるから、そっちの動画をね、まあ、撮っていきたい所存ではあるので、まあ今日からだいぶ忙しい日々が個人的には続くんですけれど、まあまあまあ動画のネタがあるのはありがたいことなんでね、脳死でこの辺の動画を撮ってればいいっていうのは、言い方が悪いな。ああ、そう、これもセットでね、来ましたね。はいはいはい。石炭さん VMAX。こいつ個人的に今回の VMAX で一番好きなんだよな。なんかツイッターでもちょっと言ったんですけど、これはね、個人的な激推しカードっすよ。株ポケ様、マイフェイバリットポケカの取材お待ちしております。はい、まあ呼ばれるかもわからないのに、まあ自分が何言うか考察している男。いや、まあ石炭さん出たのはありがたいですね。動画的にもさすがになんか V とか VMAX、2箱で全種類入れてくれたら嬉しいは嬉しいんで。はい、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 はい。あ、てか、ツインエネルギーが、なんかこの辺のカードがその、シールド戦やるときに10パックで2枚出たら、まあ、めちゃくちゃ強そうですよね、それだけで。これだけで実質なんか PV 使うんだったら、1回の場に2回手割りしてるのと同じ感じなんで。はい、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 はい。ワンコーラッパ、リンダ、ダディアンシー、玉ねぎ、デデチェンジ、バル、たまたま。お、いいじゃない。大人のお姉さんの SR、あ、サポートの SR はいいっすね。まあ、なんかあれだな、なんかモブというか、固有名詞がない割には、あれだな。なかなかセクシーで色気があっていいね。てか、このパックって SR 以上が2枚出ることあるのかな？なんかその辺がちょっとよくわかんないんですよね。SR2 枚箱ってこれあるんすか？アメイシングレアもなんか一箱に運が良ければ2枚入ってたりするんすかね。あー、ハガネール。ちょっと電流出てほしいんだよな、動画的には。はい、2箱目の前半ラスト1パックかな。なんかレアのカードが出る。ウパー、ヤインヤンマ。こいつもなんか、あ、ちょっと関係ないんですけど、こいつもなんかシールド戦だと実は強そうみたいな感じですよね。エネの色の縛りがないからどのデッキも出場できるんですよ。ルギアね、はいはいはい、ウィンドプレッシャー、飛躍の種で250はやべえよ。なんかこの間も同じようなこと言いましたけど、アメージングレアがまあ何出るのかってところですね。まあ何でもいいんですけど何でもいいんですけど、これマジでほんとこれ動画投稿者として致命的なんだよな。シュッ、ああ、ね、はいはいはい、マリノスケ、ルガルガン、メガヤンマ。このマリーとかはまあシールド戦以外でも普通に今のそのポケモンカードのガチの対戦でも全然使われてるカードだから、ここでまあそうですね、 V スタートデッキとかでポケカを始めてくれた人が伝説の子供一緒に買うかっつってこの辺の汎用系のカードが手に入るっていうのはかなりいいかもしれないですね。キスピ、ツツケラ、ビードル、お、セレビいいですね。はい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 。だからこれ一瞬そのカメラ越しで見てると光の反射がないと分かんないからさ、ただノーマルのカードと見間違いするんだよな。はい。この箱のアミージックレアはセレビーでしたね。まあ、これがあれですね、下技がまあ進化、なんだっけ、ポケモンまとめて進化できる効果持ってるんでしたっけっていうのもいいんですけど、上技も1エネで同じですね。まあ、ぼちぼち火力が出そうっていうところで。はい、まあ、これもシールド戦においては、1エネで殴れるアタッカーとして運用されそう。あと多分 VMAX が1枚と、あと、まあ、この、今回のパックに存在するかわかんないんだけど、SR2 枚箱とかがワンチャンあれば、もう1枚出る可能性がまああるかなって感じ。去年のリミックスバウトとか、なんだっけ、おととしは、人雷スパークか。あの時は確か SR2 枚箱が存在してたはずなんですけど、まああのパックは、そうなんだよな、その、1パック5枚入りの、まあ通常のパックといったら、あんまりその封入率とか変わんないパックだったんで、今回そう、1パック7枚入りの変則パックだから、なんとも言えないんですよね。まあ全くその辺の予想がつかないっていうか、実際開けてみないとわかんない。まあてか本来ならこういう拡張パックって、そりゃ、開けるまで何出るかわかんないっていうのは、まあ当たり前の事象なんだけどさ、まあなぜか不思議な経験則でみんなこれが何枚ずつ出るだろうなってのは、なんとなく知ってるだけで、うん。本来であれば拡張パックってそういうものなんだよな。うん。大人のお姉さんの SR がここの残りのパックからもう一枚出るかもしれないって期待してかかることはまあ何も悪いことじゃないんだけど。VMAX が多分もう一つ出るはずです。VMAX のラインが。魔法一服かトゲキスかな。多分、一箱から同じ VMAX のラインが出るってことはないと思うんで、ちょっとこんな感じで開けていきます。よ。はい。まあなんか VMAX っぽい縁が見えたから、まあ何かしら出るんじゃないかな。はい。ゼノセクト、5つ目、マッキョウ。うい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 。
あ、ホイップのかぶりでしたね。この辺もどうせ4枚ずつ集めなきゃいけないんで、そういう意味ではこうやってセットで出てくるのマジでありがたいんだよな。はい、じゃあラスト2パック。まあ、なんか出るかな。あと1枚 V ポケモン出ても、まあ割とおかしくなさそう。ね。ワンチャンあるよね。V がだって多分数え間違いがなければまだ 1、2、3枚しか出てないから、もう1枚くらいまあ出てくれてもいいんじゃないかな。よっ。という期待はしつつですけど。よっ。はい。はい、行きましょう。ラクライ、リオル。こいつもなんか 1N30 ダメージ結構なんか、コイントス次第だけど、なんか、進化もちょっと次第意外とありのような気がする。格闘道場ディアンシーとか含めるとさ、弱点込みで、4690180ぐらい出るんでしょ。まあ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 。それでなんか条件満たした上でコイン投げて、裏失敗みたいなのがあったらマジ泣けてきそうですけど、バチングね。こいつもなんかダメカンバラ負けるから結構その電流対象がいい。だから電流出てないじゃん。ちょ、電流来い電流で、で、あ、ザルとか、まあ悪くはないんだけど。まあというわけで2箱開けてみたんですけど、まあなんか封入率としては実は、この V とか VMAX が1箱に何枚入ってるかっていうのは実は、今までのパックとあんまり変わってないのかな。 V がまあ4枚5枚出て、で VMAX に種類と SR が1個で、追加でアメージングレアもまあなんか入ってますよみたいな感じなんで、まあそんな変わってなさそうですね。もうあと2箱ぐらいあるんで、そっちも動画に残しておこうかなと思うんで、まあ次そちらの動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。さよなら。